DH-103 ホーネット、C ホーネット飛行するホーネット海産 PX393 号機 DH-103 ホーネットは、デハビランド社が開発し、第二次世界大戦終結後にイギリス空軍で運用された戦闘機。イギリス海軍でも DH-103C ホーネットとして運用された。DH-98 モスキートの流れを組む木製機で、 イギリス製レシプロ機の中で最高速を誇った機体。第二次世界大戦には配備が間に合わず、戦後に極東方面などに配備された。ホーネットは元はデハビランド社の自主開発機だったが、後にイギリス空軍から使用書が出され正式な試作機が発注されることになった。試作機は1944年7月に初飛行した。 最高速度はイギリス製プロペラ機中最高の時速 776km を記録するなど試験結果は上々で正式採用が決定し、生産型の1号機は1945年2月に完成した。ホーネットはモスキート同様胴体は全木製で主翼の上面が木製、下面が警報金製であった。しかし、 胴体ははるかに鋭く成形されており重量は軽減されていた。また、長距離戦闘機として開発されたため燃料容量が大きく、後期型では最大4 0 0 0トルを超える長大な航続距離を有していた。その他、左右のエンジンの回転方向を逆にすることによって離着陸時の変更をなくしたり、視界を確保するためコックピットを 機種の先端に近い部分に移すなど細かい工夫もされており、まさに究極のレシプロ総発戦闘機とも言える機体であった。しかし、主脚が構造的にやや弱いという欠点もあり、外地での戦闘時には足が折れる事故も起こした。イギリス空軍では対日戦にこの機体を使う予定で部隊配備を進めていたが、配備が完了したのは1946年になってからで、 第二次世界大戦には間に合わずに終わった。生産は1952年6月まで続きマレーの共産ゲリラ鎮圧等に用いられ、最後のピストンエンジン付け戦闘機として1955年にはグロスターミーティアと交代して退役した。イギリス空軍に引き渡された奇数は211機であった。C ホーネット F マーク20の変態ホーネットの環状戦闘機型が、 シーホーネットで着艦服、翼折りたたみ気候装備、離艦補助、ロケットブースター取り付けなどの回収がされていた。このため、地上型よりも若干ではあるが機体重量が増加した。試作1号機は1945年4月だったが、各部の回収に手間取り部隊への配備は、ホーネット同様対戦終戦後の1949年1月となった。本機は、 同じく戦後配備となったシーモスキートとは異なり、実際に航空母艦の艦上で運用されたが実戦には参加しなかった。複座の夜間戦闘機型や偵察型も生産され、全部で198機生産された。シーホーネット n f 2 1三面図司店、WW2 航空機所言、ベーシステムズ社デハビランド航空機博物館、 この他にも情報が少ないものの、NF-21 型の VW957 号機の後部動体や、その他の機体の翼数点、主輪や、リン、風防2点、主脚株、エンジンの背布と株カウリングなどが現存しているとされる。ありがとうございます。